僕はですね、声楽をやる前に小さい時からピアノはやってたんですけども、まあその後、中学高校と、吹奏楽部でチューバをずっと吹いてましてですね。でまあ高校生の時にちょうど三大テノールですね、カレーラスやドミンゴやパバロッティ、これのルチアのパバロッティの演奏をまあCD だったんですけど聴いて、でものすごく感銘を受けて、その時は学校音楽の先生になろうと思ってたんですけども、もうどうせやるならオペラ歌手になろうと思って、それで、やろうと思ったのがきっかけですね、はい。まあ、やはりローマというとですね、やっぱりその街中が遺跡なわけですよ。なので例えばレッスンに行くときもですね、何気なくバスで行く、まあ、地下鉄乗ったりバスで行くんですけど、ふっと見るとこう遺跡があったりとか、そういう中でずっと暮らしてましたので、最初はものすごくうわーと思って感激したんですけど、やっぱり半年ぐらいいるともう何とも思わなくなってきて、でところがやっぱりそのイタリアを去るっていうときに、やっぱりその最後このなんていうのかな、いつも見慣れている例えばバチカンのサンピエトロ寺院とか、夜ですね、なんか帰る前の日かな、バスで通った時になんかちょっとね涙が出てきたりとか、そんなことありますけどね、はい。一番好きな役柄はやはりそのアイネム役のネモリーノっていう役で、これはドリゼッティの代表的なオペラなんですけども、その一人の女性を純情に愛するあまり、その騙されて薬を買ったりする、そういうするでもいろいろこうことが回って最後は二人は結ばれるんですけど、本当にその、バカに見えるくらい純情なそういう男の役なんですけど、このネモリーノっていうのは多分僕が今まで一番いいやったオペラの役だと思うんですが、やっぱりすごく僕にとってはこう思い入れ深い役で、まあ、いつでもやりたいなっていう役ですね、はい。まあ、難しい役となると、どれもこれも難しいので、まあ、特にはないんですけども、やっぱりその昔、僕初めてオペラやったのの一つに、プッチーニのラ・ボエムっていうのがあるんですけども、それ の, ロドルフォという役は一番高いハイツ A がね出てくるんです。幕があって20分後ぐらいですね、やっぱりものすごいドキドキしながらやったのを覚えてますね、はいはい。そうですね、まあ、オペラの中でも今まであまり自分が、やんなかったもの、例えば、ヴェルディのオペラとか、そういったものがなんかできればいいなと思ってますし、あと最近は歌曲の方も、レパートリーを広げてまして、まあ、特にその、ドイツ歌曲ですね、そういったもの、今日も実はここでインタビューをしていただく前にドイツ歌曲のコンサートここでやったんですけど、またそういったものをちょっといろいろやっていきたいなと思ってます。そうですね、やっぱりその僕がをそのこの、声楽家の道に引き込んだくれた、やはり、今も亡くなられてしまいましたけども、ルチアのパバロッティっていうのはやっぱり僕にとってすごく特別な、尊敬する人ですし、まあ、あと、そうですね、たくさんいるんです。今までやっぱり僕のことを教えてくださったたくさんの先生方っていうのは、一人一人のやっぱりいろんないいエキスを僕は吸わせていただいて、今まだ発展途上ではございますけど、ここにあると思うので、やっぱりすごくそういった方々のことはありがたいなと思ってます。私のいつもイタリアの先生がね、僕がまあ、イタリアにいたとちょっとスランプになった時もあったんですけど、
まあ、その時にやはりその声っていうものは ある日突然ね、花がボンボンとぐるぐると咲くもんじゃないと。で、種からゆっくり水をあげて、そしてお日様に当てて、また水をやって、で、やっと種が芽生えて、それですくすく育って、ゆっくりゆっくり育っていくものだから、急いではいけないということは言われたの、本当に今思い出しました、パッと。で、やっぱりその自分が今できることっていうことはやっぱり限りがあるから、それ以上のことをするんだ、今できることをしっかりやっていくっていうことですね。焦らないでやるってすごく大事かなと思いました。はい、今例えば YouTube とかでこれを見たいとかいうのですぐパッと手に入るし、そういう情報っていうのはものすごく簡単に手に入るようになったんですけど、ちょっと勘違いしちゃいけないのは、情報がかすぐ入って見れたっていうことが、それが自分の力になる、力に自分の実力がついたということじゃなくて、やっぱりいろいろなその経験を通してやっぱり音楽っていうのは成長していくと思うので、薄っぺらな表面的なことをだけを音楽で表現するんじゃなくて、いろんなそのさっきちょっとゆっくりやっていくっていうのもあるんですけど、言ったんですけど、そういったことに頼りすぎないで、いろんなことをやっぱり経験して、そのためにもちろんちゃんと生の演奏会に行ったり、それから音楽だけじゃなくて美術とか映画何でもいいんですけど、やっぱりそういった自分のいろんな面を刺激することをたくさん経験してほしいなと思いますね。本当にいつもありがとうございます。毎回皆さんの拍手が私の身となり体となり本当に皆様には感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。うわ、難しい質問ですね。歌うことはやっぱりその、なんだろうな、楽しみでもあり苦しみでもありですね。これはまあやっぱり、もう人生ですね、結局ね。はい、うちはですね、意外とあまりなくてですね、どっちか、空いてれば、勝手に練習したりとかしているので、そんなにルールってないんですけども、そうですね、あえて言うならあまり干渉しすぎないのかなというのはあるんですけど、でも特に大きなルールはないですね。やっぱりイタリア料理全般ですね、はい、特にパスタは本当に大好きでパスタは何でも作りますね。最近はですね、ちょっとラザニア の, シートを間違っていっぱい買ってしまいまして、それで友達を呼んで、もうラザ来たらもういつもラザニアみたいな感じで、はい、やってます、はい、よく生まれ変わったらまたこの人生を歩みたいっていう人はいるんですけど、僕も多少そういう思いはあるんですが、おそらく音楽の方に音楽家ではあるんだろうと思うんですけど、僕は歌い手になりたいかっていうと、と思うのがあって、僕は指揮者とかなってみたいなと思います、生まれ変わったら。はい、はい、なかなかなんでかっていうと、歌をやるにはもうこんだけの大変なことがあるっていうのを知ってしまってるんで、もう一回これ最初からやる、一からやるのかと思ったら、どうせ苦労するのは違う分野のものをやりたいなというのは思いがあります。はい、歌曲のとか、また新しい分野が広がってきたので、そういったものをまたこれからいろいろ広げていって、それでなんていうかな、いろんなそのコンサートで、また自分の可能性を
見つけられればなというふうな感じには思ってますね、はい。コンサートホールでも大きなところのどこそこでやりたいってありますか？そうですね、カネギホールでやってみたいですね、一回ね、はい。私のその名前が行為っていうんですけど、これは公を威嚇するじゃなくて、公の威力になるっていう、そういう意味の威という名前なんですね。なんで、まあうちの親父はどういう経緯があってその名前をつけたのかわからないんですが、まあでも、まあ、みんなの力になってほしいという気持ちは多分そこに含まれてるんだろうなと思うので、まあなんかこの音楽を通してやっぱりそういういろんな人の、どっかにね、心の中に何か、ポッと明かりがつくような、なんかそういう、まあ助けっていうほどの大げさなことじゃないですけど、なんかそういう気持ちに、まあ一人でも二人でもなってもらえればいいかなとは思ってます。はい、はい。まず、まあ近々ですと、年内はあとは12月の24日ですけども、2時から、東京文化会館の大ホールで、大工ベートーベンの大工のテノールソリストで出演いたします。それから、年明けの1月13日土曜日の2時からですね、こちらの、六本木シンフォニーサロンで、私が、まあ、定期的にですねやっております、サロンコンサートシリーズのファミリアですね、29回目になりますけれども、ニューイヤーコンサート2018ということで、ですね、計画しておりますので、もしよろしければぜひですねお越しいただきたいと思います。あと、私の、ブログやそれから Facebook などですね、宣伝もしておりますので、もしよかったらそちらの方も、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。六本木シンフォニーサロンさんですね、もうこの何年間か定期的に使わせていただいておりまして、私のそのサロンコンサートのですね時には、いつもここで、お世話になっておりますけども、なんといってもその私ファミリアというですねサロンコンサートっていうのは、ファミリアというのはイタリア語で家族という意味で、まあ、お客さんと、私が一つの家族のような、そんなアットホームな、コンサートをしたいなと思っておりまして、であまり大きすぎてもダメだしと思って、会場を本当にいろいろ探していたんですけど、本当にちょうど僕にとっては一番ベストな、会場を見つけられたと思っております。でここで、働いておりますスタッフの皆さんも本当にすごく皆さん、親切にしていただいて、僕のわがままもいろいろ聞いていただいたり、本当にもう皆さんにはいつもよくしていただいているので、これからもですね、いつも通りにまた使わせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。